はい、どうも、アチでーす。ベルちゃんでーす。ということで、アチんちへようこそ。本日は、麻薬卵を作ります。一時期、YouTube で話題になってましたよね。まさか、YouTube のタイトルに麻薬ってつけていいんだってね。結構な YouTuber が、びっくりした、事件がありましたけれども、今回は、ちょっと僕もね、卵大好きなので、ちょっと麻薬卵ね、作って、食べて、どんなもんなのか、やっていこうかなと思います。作り方自体はすごい簡単でございましたので、ね。ベルちゃん。ベルちゃんでもできるね。ん?ベルちゃんでもできるね。はい。サクッとね、作って食べていこうかなと思います。では、もうお湯沸かしてあるので、ここに卵をね、6個入れていきます。ゆっくりとね。よいしょー。よいしょー。半熟卵作りやす。で、これでだいたい7分ぐらい茹でて、半熟卵をね、作っていきますよー。では、茹でてる間に、残りのね、つけるタレをね、作りやす。まず水 100ml、 醤油、これも 100ml で、砂糖を大さじ3と、ニンニクなんですけど、今回はこちらのネギ生姜ニンニクのチューブを使います。じゃあ入れて、で、白いりごま、これもたっぷり、鷹の爪、これをね、刻んで入れます。これなんか、中のあれは取った方がいいらしいよ。種、これはまあ気にせず入れるんですけど、毎回さ、種取らないことにビビられるんだよ。ちょっとだけ取ろっかな。ということで、ちょっとだけ取っときます。じゃあ、あとは、ネギ。これをね、切って入れます。みじん切り。いきますよー。このネギの大量消費できるのもいいよね。漬け込みだ。もうネギとか入れれば入れるだけうまいからね。丸々1本使っちゃう。はい、こっちも、青い方もね。みじん切りにしていきたいよ。先端だけちょっと切っとくか。まあ、こっちは普通に切っちゃえばいいか。うまそう。カメラの充電が切れました。はい、茹で上がったので、ちょっと冷水に冷まして粗熱を取ります。で、この間に仕上げよう。中に入れて、いいね。これで、タレの完成でございます。なんかラーメン作れそう、このタレで。あとは半熟卵の皮をね、うまいこと剥けるかっていう勝負になってくる。はい、ということで、半熟卵ね、剥き終わりましたー。半熟卵ってちょっと剥くの難しいけど、なんとか剥けたわ。はい、じゃあこのね、タッパーとかでもいいんですけど、味染み込みやすいのはこういうアイラップとか、こういうポリ袋かなって思うんで、ここに、汁全部タレ入れてね、なるべく密封して、うわー、これで、まあ半日、まあ6時間とか半日とか、まあ、丸1日とか、漬け込んで、食べたいと思います。じゃあ、出来上がるまで、カット。はい、ということで、完成いたしました。麻薬卵です。約12時間漬け込みました。これはね、うまいよ、絶対。お米入れて、うわぁ、うまそう、ちょっと、楽しみだな。ちょっとさ、このさ、液がさ、ちょっとなんかもったいない気がするんだけど、これ使い回していいかな?ダメかな?ティガーも泣いてる。それはダメだっつってんのかもしれん。じゃ、乗せるよ。いいよ。うわー、やばそう、これ。うーわ。で、タレも、うわー、かけて。やばそう、これ。卵の方割らせていただきます。パカ。うわ、見てください。これは。エッチすぎる。さすがに。食べてみましょうか。やばそう。はい、ちょっと風呂上がりで髪の毛を、ちょっとね、本来のテンパ状態で申し訳ないんですけれども、いただきたいと思います。やばい。やばい、これは。うまそうすぎる。いただきます。うわ、どうしよう。なんか卵から食べるのもったいないな。このタレかかった部分からいただこうかな。いただきます。うまい。じゃあちょっと本命の卵いこうか。これはガンギマル。ああ、うまい。脳みそとろけるわ。これはちょっと何かしらの条約で規制されるよ、これ。まあ、これも、ダメ。これ他国に持ち込んだら捕まる。税関で捕まるわ、これ。ほら。のり玉食べないで。この上にのり玉かけたのかな。この上にのり玉かけるっていう諸行動。
たまたま俺のお昼ご飯ののり玉があった。これやばい。ほら、ダメ。何のり玉食べるの。あ、かつお節入ってるからだ。でも個人的にはもっと唐辛子入れたかったな。振り切りたかった。もしもっと自分で作るんだったら倍は入れるね。唐辛子なんかラーメンのスープ煮詰めてもうかけて食ってるみたいな感じ。うまふぎる。お疲れ様です。いや作ってよかった。あと4個も卵あるっていう幸せということで、ちょっと巷でね、噂になっていた麻薬卵を作る動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。でこれは作った方がいいです。ちょっと手間かかるけど作った方がいいです。絶対作った方がいい。じゃあありがとうございました。バイバイ。